弁当と生姜焼き弁当です。ああ、いいですね。わんぱくですね、ラインナップが。ありがとうございます。いいですね。一押しはどれになるんですか？カツ、大葉なんでカツですけど、まあ、牛すきも美味しいかなと。甘めの味になってます。ちなみにその牛すきは、お肉はどこのお肉とかあったりするんですか？価格安めに設定したかったんで、はいはいはい、まあ、一応でも国産にはこだわったお肉屋さんに相談して切り落とし肉を。ああ、いいですね。手探りですね、僕も。いやいや、もう全然いいです。はい、いや、どうもありがとうございます。今回のお弁当っていうのはランチで人気があったものをお弁当にしてるっていう。あ、そうですね。このまた出汁巻きがいいですよね。夜のメニューでは一番人気の出汁巻きは絶対お弁当入れたいなっていうところで、お出汁がいっぱい入ってるんで、今出来たてなんであれなんですけど、多分お客さんの手元に渡るぐらいには下はお出汁でいっぱいになってるぐらい。あれですね、噛んだらジュワッとくるタイプの。あ、そうです。うわー、たまらないですね。そうです、そうです。プルプルしてますよ。本当ですね、プルプルしてます、ね、プルプルしますよ、これ、うん、申し訳ございません。手が込んでますよね。一つのお弁当の中に手の込んだお料理がワクワクとして詰まってますよ。ワクワクとして詰まってますよね。あ、そうですね、ワクワクしてまいですね。いやはい、初めて。あ、そうなんですね。まあ、知り合い捨てでご紹介もらって、はい、営業の方も何度か来ていただいたので、作ってる中身はすごい、まあ、飲食店やられてるってところもあって、専門だからこそ、まあ、お願いするならというところですかね、はい、ありがとうございます。作ってもらって出来上がりも、うん、良かったです、うん、出来上がりも、うん、ちなみにどこが一番気に入ってますか？やっぱトップですかね。ああ、トップですか、はい。結構無理難題注文したんですよ。ああ、そうなんですか。例えば他と一緒になっちゃうじゃない、ホームページってそうじゃなくて、はい、他では見たことないようなトップでまず引きつけてもらいたいっていう。なるほどですね、はい、お店らしさをトップから表現したいっていうことですよね。取材も最初こんなに時間かけるのかと思ったんですけど、はい、本当僕が何気なく言った言葉とかもすごい拾ってくれてて、それがホームページになって出てくるのはすごい、うんうん、そうですね、嬉しく思いましたね、うん、はい、僕らもオーナーさんのお話しされてることをどううまく表現として使って、誇張したホームページじゃなくてそのお店らしいホームページに来るためにはやっぱそこが一番大事だと思ってるんで。いや、もう本当ありがたいです。本当です。逆にありがとうございます。